窮屈な椅子に8時間も座り続け、やっとハワイに着いた。空港のビルから出た瞬間、熱い風が私の体を包んだ。ああ、やっと着いた。やっぱりハワイは暑いね、と春子が言う。ホテルでチェックインしたら最初にどうする？海はどう？と優香が答える。高校2年の時から親友の春子と優香と高校卒業後一緒にハワイに行く約束をしていた。そしてこの半年間、受験勉強を頑張りながらずっと計画を立てて、やっと現実になった。海で泳いだり、ハイキングに行ったり、ショッピングしたり、ハワイでの予定はほとんど決めてあった。本当は楽しい気持ちでいっぱいなはずなのに、なぜか卒業後、大学のことで頭がいっぱいだった。3人とも第一希望の学校に受かったことは嬉しいが、大学は3人とも別々。春子と優香は県内の大学だが、私は学校が遠くて、帰りたくても新幹線で4時間はかかる。大学生活が始まる日が迫ってくれば来るほど不安になっていた。最初受かった時は嬉しい気持ちだったが、卒業後行ったこともない場所に家族や友達を置いて一人で行くことが怖くなっていた。ホテルまで連れて行ってくれるバスを待っていると、春子が近くにあったパンフレットを手に抱えて走ってきた。見て、これやってみたくない？と目をキラキラさせながら言う。うわー、楽しそう。私、こういうのずっとやってみたかったんだよね。3日目予定入れてないから行けるよ、と春子も楽しそうに言う。私もパンフレットを見てみると、心臓がドキドキし始めた。そこに映っていたのはジャングルみたいなところの上を飛んでいるジップラインの写真だった。500メートルの長さで約5分間のジップラインと書いてあった。春子と優香はどんどんテンションが上がっていたが、私はジップラインみたいなことは一度もやったことないため、不安で少しもやってみたい気持ちが持てなかった。私ちょっと高いところは苦手なんだけど。そうだったっけ？でもこれはそんな高くないし、命綱もしっかりついてるよ。安全だよ、と春香が言う。そうだよ、せっかくハワイまで来たんだから行こうよ。大学が始まったらもう簡単に会えないんだよ。最高の思い出を作ろうよ、と行きたがってる春香も言う。そうだ、学校が始まったらもう2人とは毎日会えないんだ。その春子の言葉が心にグッときた。ごめん、でも私はやっぱり無理かな。わかった、じゃあいいよ。他にも楽しめることあると思うし、と春子は優しく言ってくれた。ハワイに着いてばかりなのに、いきなり空気が悪くなってしまった。翌日、予定通りに海に行っていろいろと3人で楽しんだ。だが昨日の悪い空気はまだ少し残っていた。その夜、ホテルのテレビスタンドに置いてあったジップラインのパンフレットを見つめながら春子が言った。本当にジップラインしに行かなくていいの？明日しか行ける日ないよ。だから私はやったこともないから行きたくないって言ってんじゃん。やってみたいとか思わないの？私たちだってやったことないよ。でもやってみないとわからないよ。3人でやってみようよ。確かにジップラインをしたことはないのは私だけではない。そして昨日春子が言ったことを思い出した。せっかく大学に行く前に3人で初めてジップラインをする機会があるのに、新しいことに挑戦することを怖がっていてはいけない。自分が情けない。そうだね、やっぱりせっかくだから3人でやってみたい。え、本当に？やった。その次の日、ジップライン場に着き、いろいろと
説明を聞き終えた後、ジップラインに乗るところまで登った。そこからの景色は自然に囲まれてジュラシックパークに出てくるような景色でとても綺麗だった。そしてハーネスをしっかりとつけて3人で大声で叫びながらジップラインで反対まで滑っていった。少し高さが怖かったが風が気持ちよくて最高な光景で5分があっという間に過ぎていった。そして何度も繰り返した後、私は言った。ハルコ、ユウカ、最初はジップラインが怖くて私には向いてないってやる前から勝手に思っていたけど、背中を押してくれてありがとう。3人でやれてよかったよ。ううん、私もしつこく言ってごめんね、とハルコが言った。楽しかったね、とユウカも言った。そして私はあることに気づいた。それはいろいろと新しいことに挑戦することの大切さ、そしてやってみる前に勝手にマイナスなことを考えたり、余計に心配する必要はないこと。知らないうちに大学のことでいろいろあった不安がなくなっていた。